はい、皆さんお疲れ様です。こんばんは、和吉です。フェイトグランドオーダーの、もうすぐ終わりますね、イベント。靴下集め、これ今回サブアカウントですけども、アイテム集めの方は一応11回目、プレゼントラインナップ一覧、そこまで来ましたね。はい。で、無事ね、サンタリリーも手に入りまして、今回ね、この綿雪球、ちょっとチャレンジしてみたいなと思います。で、サポートは、まあ僕のメインアカウントの方からね、選びますけども、まあとりあえずは、カルナですね。はい。ここじゃねえな。こっちですね。で、とにかく今回は、イベントでもらった、サンタオルタと、ね、オルタリリーを使ってですね、まああとはフレンドの、まあカルナ。とりあえずここはですね、実は結構イベント霊装が落ちましてね、幻突しました1枚ね。これとりあえずはサンタリリーにつけてあります。まああとは保険でクーフリンオルタ、まああとはですね、まあ調整用という感じですけど、失礼だねこういうこと言うとね。はい、というわけで早速やってみたいと思います。もらいもんの、というかイベントでもらったサーバントでも、勝っちゃうぞっていう感じで。まあ、およそ勝てますけどね。はい。なんか最近喋りで、盛り上がって急に、まあいいけどね、とか、もうこう冷めるパターンが定番となってますね、という感じでですね。まあ、この動画を見てくれた、まあリアルな友達からよく言われます。冷めるの早いよみたいなね。はい、というわけで、サンタオルタだけはね、もう大好きなキャラなんでね、もうレベルとりあえず90まで上げてありますよ。とりあえずは、やっぱ iPhone7 と違ってだるいなこれ動きが。はい、そういったわけでまずはバツンバツンバツンと。ねえ、サンタリリー可愛いですね。まあ僕個人的にはサンタオルタの方が可愛いと思ってますけど。はい、来ちゃいましたね、こういうの。まずはサンタオルタから満タンにしちゃおうかと。わあ、一撃強いな、やっぱりバーサーカーは。はい。カルナさん、あ、89。とりあえず NP 貯めながらですけどね、これ。はい、バトル3分の2、いきます。キャンドルファイヤー、こういう時に限ってこういうのが来るんですね。こうしましょう。このね、キャンドルファイヤーってやつね、だかだか連チャン攻撃してくるもんですから、連打というかね、北斗百裂拳並みのジャジャッくるもんで、結構ね MP がたまるんですけどね。はい、この辺りで NP まとまったことなんで。黒が重いそうです、うちのサンタオルタは。とりあえず、ほいほいほい、すげえ。はい、ラストですね、これで。ファイナルステージ。早く行って。はい、遅いよ。Wi-Fi 環境下なんですけどね。来た。ギルさんと小ギルさん。
さあどういこう。とりあえずは念には念をです。はい、わかりました。 NP 減少しちゃって、まあ気持ち上げときますか。はい、バスターチェーンを作ります。聖なる夜、無敵な奇跡の一瞬、ザ・グラスピーユノエル、シャン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 。これ宝箱が落ちるときにあれですよね、下にケーキとかがボスンと落ちたときに、これ左側に宝箱が落ちるとモニュメントなんですよね、ギルガメッシュの。右側に宝箱が落ちると霊装なんですよね、これね。もう注目の瞬間、落ちません。ああ宝箱何にも落ちなかった。23ってあまりよろしくないな。まあいいか、まあ言っちゃって、また言っちゃった、またいいかって。はい、まあ815ってところですね。というわけで、やっぱりあれですね、こういうイベントでもらうサーバント、やっぱそこそこね、星4ってだけあって、でもちゃんと鍛えれば強いですね。はい、そういったわけで、なんで今日これあげたかっていうと、まあいただき物のサーバントでもまあ十分ですよねっていう感じと、まあプラス暇つぶしです。はい。すいませんね、暇つぶしに付き合っていただきまして、今宵もありがとうございました。次はですね、バビロニアの時のピックアップ召喚かな、今度動画上げるのはね。またその時はぜひご拝聴ください。拝聴？ご視聴くださいのね。はい、ご視聴くださいませ。今夜もありがとうございました。